その少女には憧れの存在がいた。ハローハッピーワールドのギター瀬田薫、誰よりも臆病な性格だった彼女には、子役でテレビに出ていたちいちゃんという幼馴染がいた。大人とも話せ、難しいセリフも覚えて勉強もできる。カオルにとって彼女はまさに憧れの存在だった。そんなある日、学校でちいちゃんがドラマの役でクラスメートに悪口を言われていた。ちいちゃんはそんな人じゃない。たったその一言が口から出なかった。ただひどいことを言われてもちいちゃんは平気だった。やっぱりちいちゃんは強いな。しかしちいちゃんは本当は怖かった。ドラマが放送された次の日のクラスメートの反応、本当に悲しいと思う気持ちがなくなる恐怖、震える彼女の前で大丈夫だからとしか言えなかった。あの時ちゃんとちいちゃんに言葉をかけてあげたら、クラスメートに勇気を出して言ってれば、臆病な自分を後悔した。そこからちいちゃんは変わってしまった。普段から役者白鷺千里であろうとした。ちいちゃんはどこへ行ってしまうの。カオルはそれしか言えず、中学から二人は離れ離れになった。ちいちゃん元気にしているかな。ふと考えたカオルの前に演劇部が部員を募集していた。体験入部で王子の役を演じたカオルは部員からベタ褒め。お芝居はなりたい人になれる。臆病な自分からちいちゃんのような強い人になりたい。カオルは演劇部に入り、後に羽岡の王子様と呼ばれた。昔から気持ちを言葉にして伝えるのが苦手だったので、意味はよくわからないが、哲学者の言葉も借りるようになった。数年後、カオルの前にある少女たちが現れた。ねえあなた、ギターの経験あるかしら。これまでに何回もスカウトを受けてきたが、こんなワクワクしたスカウトは初めてだった。こうしてカオルはハロハピのメンバーになった。ハロハピに入ってからもカオルはいろんな役を演じた。怪我した女の子のためにヒーローを演じ、船旅の余興でみんなに楽しんでほしくて怪盗も演じた。そして文化祭の記念公演でカオルはあるゲストを呼んだ。ゲストの名前は白鷺千里。劇の題名はロミオとジュリエット。千里との芝居を噛みしめていたカオルは本番で、名前など無意味なもの、僕は僕、君は君だと言った。それは本来の台本にはないアドリブのセリフだった。もしかすると今のカオルが一番千里に言いたい言葉だったのかもしれない。舞台が終わった千里はファンに声をかけられていた。白鷺千里に期待している一人のために頑張りたい。あの時のちいちゃんとはまるで違う表情だった。私が変われたようにちいちゃんも変わっていたんだ。この日からカオルは幼馴染のちいちゃんではなく、白鷺千里として彼女を応援することに決めた。遊園地復興のためのライブをすることになったハロハピ。しかし会議中に美咲が飛び出してしまった。みんなが心配している中で、カオルは美咲が納得できる答えを探しているように見えた。美咲の質問にカオルは昔の千里を少し思い出し、どんな自分も自分、望まない姿を求められても、それが誰かを幸せにしているなら、それは愛すべき自分であり、胸を張れる自分だよ、とだけ言った。アドバイスはあまりしないが、カオルは悩んでいる人がいれば、彼女たちが答えを見つけるまで寄り添い見守った。そして3年生の冬、カオルは自分の卒業公演に千里を招待した。劇の題名はシンデレラ。卒業公演は大成功に終わったが、まだ気持ちが舞台の上にいたいと言っていた。そこに現れたのは千里だった。カオルは高校最後の舞台の相手を千里にお願いした。1年ぶりの千里との舞台をかみしめていた時、待ってカオル、突然台本にないセリフを千里が言った。どうやら今回の卒業公演で何か覚悟していたようだが、しかし彼女はこれからもよろしくと言ってくれた。自分にとっては強く美しいシンデレラであり、魔法をかけてくれた魔法使いでもあるちいちゃん。高校生活という一つの舞台は終わったが、これからも二人は瀬田薫、白鷺千里として再びそれぞれの道のりを歩き出した。そしてこの春、薫は千里と同じ大学に通うことになる。